皆さんメリークリスマス、メリです。メリサンタから皆さんにクリスマスプレゼントをプレゼントしたいと思います。それを今から選んでいきたいと思います。やったーこのニット、短丈ニットを使いたいので、こういうちょっとメンズっぽい感じ、緩い感じか、ミニでも可愛いな。どうしよう。デニム？デニムも良さそう。デニムが王道かな。デニムにしまーす。この、私これ大好きなんです、このサロペット。すごいなんかニコモにも大人気のレピピのフレアサロペ。ボーダーか、この襟付き、襟付きかな。お、今日は早いぞ。こっちのボンジュールわかんないけど、なんかこんな感じでかぶせる感じ、こういう感じの方で可愛くないですか？決まりました。すごいデニムになっちゃった。レピピアルマリオ TV ミニ丈にしようかな、せっかくなら。ちょっと気合い入れて腕まくる。いやでもロングに目が映っちゃうな。耳だけだと。あぶし。最近なんかあぶしが口癖なのか何なのかよく言っちゃう。セットアップかわいい。セットアップかわいい。セットアップならこのセットアップで着てもバラバラに着ても良いので、セットアップにしようかな。セットアップに中はシンプルでいいのかな。どうしよう。これも可愛いんだよな。でも襟先使っちゃったしな。迷うな。これもうみんなにプレゼントしたい。コラボワンピにします。あと1個はデニムじゃないのにしよう。あ、可愛いこれ。これに。これにあれ可愛くない？みんなにコラボをたくさんプレゼントしたくなっちゃう。これかこれか。でもさっきセーラー襟つけたかな。すごい究極の選択になっています。今カーディガンにしよう。最後はこのカーディガンにミニボトムのセットにします。レピピアルマリオ TV。 せっかくなのでアクセもつけていきたいなと思います。どうしようかな。私のお気に入り、このチビクリップたち、これすごい可愛いから、これをこの子かな。あぶし、また言っちゃった、あぶしってこの中でセットアップはこの茶色のカチューシャ、セットアップはこの子、黒のリボンとかにしようかな。コラボワンピ、どっちがいいかな。シフォンかこっちにしよう。ベロアの方にします。これはこの子、あとはこの子とこの子。あ、このピンかわいい、パールピン。これをサロペの本のにして、ニットなんかこういう紐でアレンジしてほしいな。今年グリーンが流行るらしいのでグリーンにしよう。こっちもかわいい。グリーンだな。グリーンにします。よし、グッとグッと。ゆきです。これにします。決まりました。レピピアルマリオ TV。 実はなんと5名様にはお洋服プラス私のサインもプレゼントしちゃいますので、5人分のサイン。パさんでも書いとこうかな。書けるかわかんないけど。サンタさん書いてみますまず帽子でひげ、次クリスマスツリーで星丸、あっぽいクリスマスツリー。あとなんだ、トナカイ。トナカイ難易度高いトナカイって、えちょっと待って、わかんない。なんか人参みたいになっちゃった。なんかこんなんだっけトナカイって。すっごい胴長みたいになっちゃった。トナカイ池だるまはいけるでしょ。下にかける。小さい頃みんなで雪だるま作った。もう最初から雪だるまにしとけばよかったね。雪だるまの口ってどんなんだっけ。で、雪を降らせる。これが一番可愛くできたかもしれない。最後、もう書き尽くした。あ、なるほど。リースに挑戦。いけるか。先リボン書いた方がいいかな。なんかドーナツになっちゃう。ちょっとドーナツになった。で、これで。星とか、これプレゼントされた人なんだって思っちゃう。はい、リース。これもでも雪降らさない方がいいか。いいか。サンタ帽だけ書いとこう。何かわかんないか。サンタさんが顔だけにしとこう。はい。どのメアリーの絵が当たるでしょうかサインじゃなくて絵をお楽しみに。5名様にサインとレピピのお洋服をプレゼント。メアリーサンタからクリスマスプレゼントです。みんなぜひ応募してください。レピピアルマリオ TV。 はい、それでは応募方法を紹介したいと思います。応募期間は12月24クリスマスから1月7日の2週間の間になります。で、このプレゼントに応募できるのはこの「レピピアルマリオ TV」をチャンネル登録してくださった方限定なので、まだ登録してない方は是非登録してからプレゼント応募してください。応募はお一人様1回まででお願いします。応募の詳細は下の概要欄に詳しく書いてあるので、そこもチェックしてみてください。クリスマスということで、私がコーデを組んだり、こういうサインも5名様にプレゼントされるということで、誰の手元に届くのかとてもワクワクしています。たくさんぜひ応募してくださると嬉しいです。動画がいいと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。素敵なクリスマスをお過ごしください。またねー。ゆりかじかー。どこにでも可愛いんだよね。あぶし。